動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園水族館に行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。賭けをしませんか。前に言ってたミュートークですけど、まあなんだろう、部屋の中でギャーギャーわーっつって言ってもそんなに声が広がらないっていう、あの口を覆ってるマイクですけど、あのミュートーク、最初は12月ぐらいに来るよっつってたんですけども、それが延期になって、で最初11月っつってたかな、まあでもそれぐらいに来るって言ったけど、まあ今来なくって、で最終的に1月の中旬に来ますよっていうことを言ってるんですけども、途中途中にツイッターでね、あの今中国で、生産開始してますよみたいなことを言ってたりするんですよ。まあ、そもそもその時点でもう遅れてたんで、まあ多分12月ぐらいだったかな、それが。いやいや、もう早く送ってよと思ったんですけど、まあほら向こうでもさ、コロナの影響とかでできなかったから仕方がないなと思ったんですけども、なんかね、その、来ないんで、で今度ツイッターで日本には来たんですよ。日本には来たんですけど、ちょっとしたあの不具合があったんで日本で修正してますって言って言って、まあ1月の中旬に来るかなって言ってるんですけど、僕多分1月の中旬って言ったらギリギリがもう多分20日ですよ。よくもって1月の20日までです。1月の20日までに来るかどうかっていうところで、私と賭けをしませんか。僕は来ないような気がするんですね。まあ多分2月に入るんだろうなっていう予感が、してたまりませんけども、まあね、今すぐ必要かっていうとそういうわけじゃないですからね、まあ、少しは気長に待ってやろうかなっていう、そんな気でいますけど。あんまり待つのが好きじゃないです。はい。さあ、多分他のミュートーク購入者もそんな気持ちでいるのかななんて思ってますけどね。ということで、ございまして、まあ、確定しない情報っていうのは気持ちが悪いもんでございますけども、確定しても気持ちが悪い情報っていうのはあります。はい。ということで読んでいきたいと思いますが、この間のニュースの続報でございます。昭和基地そば、中国が観測施設を設置。これなんでございますけども、これが、確定しましたね。場所が確定しました。もともとここじゃないかと思ってたんですけども、南極で日本の観測地点昭和基地のすぐそばに中国が観測施設を設置したとみられている。日本側への事前の連絡がなく、中国側の目的やどのような施設なのかは分かっていない。中国の観測施設は赤色の球体型の建物で、南極昭和基地からの距離はおよそ20キロしか離れていない。まあ、これがどっち側に20キロかは分からなかったんですけど、関係者によると、中国の船が2022年2月、日本の観測船しらせが氷を砕きながら進んだ航路を数百メートル進むなどして、昭和基地のそばまで近づき、施設を設置して帰ったという。だから別に誰か住んでるわけじゃないんですよ。もう、ポカンと置いてるだけですね。で、この地点では、日本の観測隊による観測活動が定期的に行われていて、日本側に対して通告なしに中国側が設置したという。で、まあおそらくツイッターとかで、研究はしてるから、日本は。だからそれをしてない時を見計らってくるんじゃないかなって僕は予想してますけど。で、この地点では、日本の観測隊による観測活動が定期的に行われていて、日本側に対して通告なしに中国が設置したという。南極条約では、領土権の主張への凍結、平和的利用、科学調査の自由などが謳われているが、他の国の基地周辺や観測地点に、通告なしで施設を設置することはあまり例のないことだという。現時点で中国側の目的はどのような施設なのかは分かっていない。南極観測を担当する極地研究所は、ここですね、ここで場所が出てきました、ラングホブデ、やっぱりそうです、アデリペンギンの営巣地ですけども、ラングホブデ、昭和基地から南に約20キロの地点に日本隊以外により設置された設備について現時点でコメントするに足る十分な情報がないため、コメントは差し控えるとしている。ただこれ、あのラングホブデだっていうことは認めたっていうか、その確定情報らしいので、まあやっぱりそこにポカンと置いちゃったみたいですね。で、まあその南極条約では
その領土権の主張はしちゃダメだよ、あと平和的に利用してねって、あと科学調査だけだよっていうふうに言ってるんですけども、ただそのどっかの国の施設の近くに施設を作っちゃいけないとか、そういうルールはないから、じゃあルールがないんだったらいいよね、ほっきますねっていうことをしてるのはちょっといただけないかなとは思いますし、やっぱりあの前も言いましたけども、おそらく政治的な意図だったりとか、これが例えばロシアの基地の周辺だったらどうするんだろうってやると、多分そこは挑発しないよねと思うし、なんか、うん、仲の悪い国に対しての挑発っていう意味でポカンと置いてるんじゃないかなっていうのは、ちょっと気持ちが、うん、悪いかなっていう気はしますよね。だからね、なんか、うん、ペンギンに中入ってね、あのもらいたいなって思いますけどね。ちょっとドアが開いててペンギンに中入っててもらってね、あのちょっと暖でも取ってもらえばなーなんて思うんですけどもね、まあ何にしろここにはね、先に日本が研究をしてますので、もしなんか一緒に研究したいんだったら研究しませんかとかね、それぐらい言ってもいいんじゃないかなと思います。外交は上手なはずの国でございますからね、それぐらい一言は言ってもいいんじゃないかなと思いますし、長い歴史の中でそういう交渉の技術なんかっていうのは培われてきたんでしょうから、挨拶の一言ぐらいはね、ぜひね、あのニーハオぐらい言ってほしいななんて思いますね。ということでございまして、分かっちゃってもちょっと気持ちの悪いニュース、南極基地、周辺のそばに中国観測地点を設置、場所ラングホブデだったということでございました。